はい、皆さんこんにちは、泊まり志保です。お久しぶりです。今日はですね、オフですので、すごく天気もいいし、歩いてちょっといろんなとこに行ってみようかなと思います。やばい、焼けるなこれは。はい、というわけでいろいろ撮っていきたいと思います。はい、ですね、ランチにフォルカドットカフェさんに行ってきました。ずっと行ってみたくて、一回行ってみたらすごい満員で、で入れなかったので、いや今日日曜日だしどうかなと思ったんですけど、行けちゃいました。すごい中もおしゃれで、食器がすごく可愛いお店だったんだけど、なんかすごい健康的で良い食事というか、ここなんか可愛い、そうだったんだけど、私は、塩鶏の柚子胡椒のランチを頼ん で小鉢がいっぱいついてくるんだけど、私ほんとキュウリとマヨネーズはマジで無理なわけだから、小鉢3つも食べれなくて、起こしちゃって申し訳ないです。で、隣の人がかき氷頼んでて、めっちゃでかくて映えで、次はかき氷を食べにお邪魔したいと思います。というわけで、デザートは違うカフェに行ってみようと思います。なんか首苦しいのかなこれ。今カフェゴーシュさんに行ってレモンタルトを食べてきました。イエーイ。すごい人気っぽくて、もうランチのご飯はもう売り切れで、カフェだけカフェのみだったんですけど、レモンタルトもそろそろ終わるみたいで、ずっとインスタでもチェックしてたので食べれてよかったです。なんか思ったより酸っぱかったけど、すごい美味しかったです。次は何しよっかな。なんかね、最近はもう朝走ってみたいな、もう毎日それ続けてたんですけど、まあ、5月病みたいになっちゃって、とりあえず今休憩中 でそうやってなんか頑張れない自分を許せなくて、なんであんなに頑張れてたのに頑張れないんだろうとか、すごい自分を責めてて苦しかったんですけど、今やっと頑張る気が起きるまで今できることやろうと思って、ちょっとまとまんないね。とりあえずゴーシュさん最高でした。また違うデザートが出た時に来たいと思うし、ランチも食べてみたいと思います。駅の方に行って緑をブラブラしてきましたが、何の収穫もなく歩いております。まあ、オフってこんなもんだよね。なんかさ、ドイツにね住んでた時はオフになったらもう絶対次はここ行こうみたいなのをすごい調べて、電車で行って、でまあなんとなくカフェとか目星つけて行ってみてみたいな、で自分の好きなものを食べて、あ、いろんな人の会話とか聞いて、あ、今のなんて言ってたんだろうとか、メニューとか見て単語とか調べたりとか、いつものルーティンから抜け出すみたいなのがすごい自分にとっては大事だったから、なんかそれと今日はなんか被るものがあったというか、なんか久しぶりにこうやって一人でいろいろ行きたかったところ行ったり、ああ、あの気になってたお店ここにあったんだみたいな、なんか結構あったりとかして、すごいいいオフになりましたね。何の面白みもない動画だけど、ちょっとこれ上げるか悩むなマジで。ここから帰るか善光寺のスタバに寄るか悩んでおります。はい、お家に帰ってきました。あのね、驚いたことに今日1日で15キロぐらい歩いていました。ビビる。だって昼前に出て、もう今何時、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう5時半だもん。5時半過ぎてる。やばくね。すごくない。なんかちょっと前まではやっぱどこに行くかより、まあ、誰と行くかみたいなところだったけど、
もうなんか結局人に左右されちゃってすごい苦しんだわけ、海外で。ああもううち一人じゃ何もできないじゃんみたいな、もう寂しすぎてもうホームシックでみたいな本当にだよね。そうそうなっちゃってて、もう本当自立しなきゃなって思って、だから今は自分で本当に自分軸で楽しみを見つけて楽しむ、それに尽きる、もうそれが一番いいって感じで今日の私のオフを終了したいと思います。何回もこのエンディング撮ってんだけどね。というわけでまたねー。